はい、豊田翼です。このチャンネルは私豊田先生こと豊田翼が、日常生活で得た気づきや学びをシェアするチャンネルでございます。私の、人生がですね、皆様の生活に 1% でも役に立てばと、そんな志で日々頑張っております。本日もよろしくお願いいたします。ただいま2023年1月1日なんですけど、新年明けましておめでとうございます。はい、去年ですね、1年 の、 収入の合計を、記録しようという動画を撮りました。私去年はちょっと仕事を転職した関係で、確定申告を自分で、行いましたので、やっていたんですけども、まあなんか個人的にはあれがすごく良かったんですよ。なんか1年の振り返りをしつつ、まあ、お金の流れっていうのは変だし、人生の流れとイコールなところもありますよね。まあ人生イコール仕事みたいなところ、仕事の、占める仕事、人生のうち仕事が占める割が大きいので、その仕事にかかってくるお金の流れを見ると結構いいなっていうのを思いまして、今年も、はい、させていただきます。はい、それでは早速いきましょう。今年はですね、私は仕事は一つで、コストコで働きました。なんでまあそういう意味では変わり映えのない1年だったなと思います。で、まあ、個人的にはなんか安定して良かったなぁと思いつつ、はい。ただなんか、なんかそういう状況にいるとまた、不安定を求め出すというか、まあなんか、まあそこら辺はちょっと、まあいいや、とりあえず置いといて、とりあえず、額面だけまず、一気に、ちょっと、プレイバックしていきます。はい。1月20、約21万、2月約22万、3月約19万、4月約21万、5月約15万、6月約21万、7月約16万、8月約17万、9月約18万、10月約20万、11月約19万、12月約21万の、2022年度、合計の、手取り額約230万。となりました。はい、まずありがとうございます。はい、まずお金をいただいたことに、感謝いたします。はい、で、そうですね。で、そうですね。で、貯金がだいたい10万くらい、貯まりました。やった。はい。で、今年は投資とかちょっと最終的に何ですか、トータルで、プラマイでいったらほぼマイナスというか、稼いだり、溶けちゃったり繰り返したんで、投資の、はありません。はい。まあ、来年からは、なんかやろうかなと思ってたり、なんかあんまりやる気が起きなかったりで、ちょっと不透明です。来年かっていうか、今年からか。うん、2023年からやろうかなと思ってたり、やろうと思わなかったり。まあ、微妙なところです。はい。で、そうですね。で、まあ、お金の流れは、軽く振り返ったんですけど、まあ去年よりは多分いただいたかなと、ありがたいですね。でそれに伴って、まあ生活は安定したっていうことで、なんか難しいなっていう、まあ、とりあえず今自分の、まあ、フェーズで言えば、まあ、まずお金に間違いなくこう左右されるフェーズかなっていう。で今の生活を言うと、まあ、めちゃくちゃ、まあ、恵まれてるなぁと思うんですけど、うん、逆にここ下回ってくると結構厳しいなっていうのがあるって、だから結構200万ラインとか300万ラインとかあると思いますけど、なんかやっぱその辺に僕は今います。はい、そうだな、まあ、23年はなんか挑戦の年にしたいなと思いつつ、22年全然準備できなかったんで、引き続き2023年も、
準備の年となりそうです。はい、今年1年またよろしくお願いいたします。そして、あ、そうだ、うん、そうだな、 YouTube なんですけど、チャンネル登録者数70人いきました。はい、ありがとうございます。はい、まあ、なんかキリがいい数字なんで、まあ、次80人とか90人とか100人とか、なんかそういったところを目指していけたらなと思いますので、引き続き、よろしくお願いいたします。そして、はじめましての方、これからよろしくお願いいたします。はい、本日は動画以上でございます。チャンネル登録、高評価、コメント、できれば温かいやつを、はい、お待ちしております。はい、それでは本日も最高の一日をお過ごしください。さよなら。